神語国家とは、仏教には国家を守護、安定させる力があるとする思想である。思想としては、二王五国藩に原密行や、金密脇最小王行に説かれているが、この経典を供養することで国家が守護されるとされている、ところから、南北朝時代の中国や奈良時代の日本で盛んに、二王会や最小会などの法要が行われた。また、鎌倉時代には、 時代の転換期であり、また、猛虎の襲来など、社会情勢が不安定であったことから、英才の公前語国論、日蓮の守護国家論、立正安国論など、鎌倉新仏教の開祖たちによって、仏教の思想こそ国を救うものであると、盛んに説かれている。特に、日蓮は立正安国論の中で盛んにこれを懸伝し、政府による、 国立会談の混流によって国家と人々は救済されると説く。近年では国家仏教という表現が使われることもある。これは国家権力と結び国家の保護、支配下に置かれた仏教を、僧侶は僧二礼の規制を受ける国家公認の肝臓のみが認められ許可なく得度する僧は禁じられた。また僧二を統括する総合という官職が設けられた。 漢字が多く立てられ、鎮黙国家の放映を行った、と解説されている。しかし、実際のところ歴史学者や仏教学者の間でも何をもって、国家仏教と定義づけるのかについては統一した見解が出されているわけではなく、また、国家仏教という表現そのものが古代仏教の実態を反映しておらず、不適当とする考え方もある。まず、鎮黙される国家によって、 漢字と呼ばれる寺院の混流、維持が行われて、国家と皇室の安泰を祈るための法へが行われたという事実は存在する。しかし、その政権が仏教の国家宗教化を意図した具体的な政策例は存在せず、道教や神道などの他の宗教の主流が弾圧を受けた事実が存在しない。また、総二例や総合についても漢字以外に対して、 どこまで適用されたかについても議論がある。総二霊や総合が、漢字、漢像を厳格に統制していたのは事実であると考えられている。だが、総二霊制定以前から指示は混流され続けており、このうち貴族や豪族の氏じ寺はともかく、 村々の住民が信仰の中心として建てた小規模な寺まで実際に監督することが可能であったのかについては疑問が残されている。実際、日本の総二例では総二が指示を混流することは禁じたもののその他の指示に関しては平安時代の延暦年間の大乗官府において初めて規制されたことなどは総二例や 総合の対象が僧尼であって仏教そのものを対象にした法令ではなかった事実の反映である。さらに生死などの記録や日本元法全悪霊域のような仏教説話には僧尼霊の規定とは違った僧尼の姿が描き出されている。さらに、指導像についても会議機器のための出家に対しては処罰されたものの修行の実績がある指導像にはかえって得度を許して、 肝臓へ取り込む措置すら取られている。鎮護される国家において仏教が保護されて漢字が混流されて、その監督体制が整備されて、国家と皇室の安泰が祈願されていたのは事実で、あるが、室町幕府の御参や江戸幕府の人章ハットと比較しても、それを国家仏教とまで呼べるのかについては、議論が残されている。仏教の教えから仏像を葬式の知識まで今日から、 役立つ仏教74ページ全国、歴史教育研究協議会、編、日本史 b 用語集もちろん、異端とされた集団への弾圧は行われたが、それは仏教についても言える。平安時代には、友野義雄が、弁官時代に、総二例のうちに実際に利用されていなかった条文の規定を逆手にとって、同僚弁官すべてを失脚させるという事件が起こっている。 これも総二例の適用の実態に疑問を投げかける、事例と言える。ありがとうございます。